これ網の誕生日。これが。皆様、本日はようこそお越しくださいました。それではただいまより孔子生誕2567周年をお祝いいたします。大成至聖戦士孔子釋天伝令を始めさせていただきます。釋天伝礼開始。まずはその釋天伝令の開始を告げる1番太鼓、2番太鼓、3番太鼓が鳴り響きます。古出言
寺さんもあの黒かと。それで見るわけ見えるわ本当だ。Thank you.
これより礼拝を行います。3回の礼拝を行いますので、皆様ご起立のまま掛け声に合わせて3回お辞儀をなさってください。一号再一号三鞠躬。ありがとうございました。皆様どうぞご着席くださいませ。金砖皇子様の御霊に捧げます。30種類のお供え、大聖殿前に飾られておりますが、この蓋をずらして皇子様に差し上げたいと存じます。いい考えみたい。いいといいと、チリガムみたいなもんで、これを破るいや、切れるような時に遊ぶ生きまぐる大のトロの一人。今回、政権官、県官役をお務めくださった皆様方をご紹介いたします。中華人民共和国中長崎総領事館総領事東井様、長崎県副知事里見進様、長崎市長田上富久様、 FM 長崎専務取締役栗原正和様、公益財団法人長崎孔子廟中国歴代博物館理事長陳正嗣でございます。1567年，陈优季率旅居日本侨山和长崎深山等，仅以生理之意，知秋季于大成之圣先师之前，曰为先师德仓化育，道贯古今，集群圣之大成礼前，知以垂现。天下为公，中国一人之良，周民未有，六经兼灾之心，聚宫墙而赞美父，入世升堂，龙子斗以报生香，先民后华，兹当秋季佳日，知率分章，速将赐典，配以布
树圣言子，宗圣传子，树圣子思，亚圣孟子。生民所皆血气莫不尊亲，观景禅心，礼乐民齐宴祀，善香。Thank you.